そうなんです。あれは確か2016年の夏の終わり頃だったですかね。突然メールが入ってきましてね、なんかブレインワークスという会社の担当者から前触れのなくメールが入ってきまして、実は今度本を出版する予定ですと。で、77歳以上の方に出筆をお願いしています、何か書いていただけませんでしょうか、ということでした。え、どういうこと、なんで77歳以上。まあびっくりしたんですが、近藤さんが書かれた本のことが紹介され、そうか、波平さんの思いを近藤さんは伝えているんだということが分かったわけです。なんで77歳という数字が出てきたのか最初は分かりませんでしたが、近藤さんの書かれたこの本を見て分かりました。波平、すなわちサザエさんの漫画に出てくる波平は54歳、当時54歳を想定して書かれたそうですね。それを現代に置き換えると77歳になるというのが近藤さんの説でした。なるほど、そういうことか、ということで77歳、現代の波平が何を考えるのか、私も興味を持ったのです。そして私も依頼された原稿を書いて、それがこの本に採用されて載ることになりました。これがご縁でブレインワークスさんとの関係ができたわけですが、その後ブレインワークスさんから講演の依頼を受けました。まあ、どういうお話をしたかということですけれども、私が当時提唱していた、すべてのシニア、これからはインターネットでつなぎませんか、高齢化社会が孤立孤独のシニアを作らないようにする、さらにシニアが持っている知識経験をもう一回社会に戻す、そのためにはシニアがまずはインターネットでつながることが必要ではないか、という講演をさせていただきました。その時に近藤社長と初めてお目にかかったのです。講演の後、近藤社長から、この全てのシニアをインターネットでつなごうという発想、インターネットオブシニアーズ、すなわち略して IOS、 これに対してご賛同を得ることができました。近藤社長とはそこが縁で現在のお付き合いが始まったわけです。私はその後インターネットオブシニアーズ IOS を広く世の中に広げるために、一般社団法人 IO シニアーズジャパンIOSJ という法人を作りました。これも近藤社長からのおすすめの一言があったおかげです。そして設立されたばかりの IO シニアーズジャパンの法人参上会員第1号にブレインワークスさんがなっていただけることになり、共同の活動がスタートしたのです。近藤さんに引っ張られて作られた新しい組織がすぐにでも立ち上がったのは、まさにブレインワークスさん、近藤社長のおかげなのです。これからもブレインワークスさんとともに、これからの高齢化社会、
世界に冠たる高齢化社会になっている日本からぜひ世界に向けて情報発信をしていきたいと思っています。